マネ、さあ願い事を言え。え、青少年の力で50年100年と引き継がれる伝統文化を築くことを目標にしている王明四座。王明四座の王明は細井平秀先生が江戸で開いた王明館にちなんでいます。今回のハロー東海は高い志を持ち互いに切磋琢磨しながら活動する王明四座を紹介します。これまで東海市の青少年健全育成事業の一環で活動してきた王明四座。座員も成長し多くが成人を迎える中、自立の道を進もうとしています。はい、自立するということで、私たちは今までと同様に地域に密着した演奏は続けていきたいと思っているのですが、そんな中でも東海市のサポートがなくなるということで大変僕らとしても不安に思っているところはすごく強いです。ですが、それ以上に今までよりも演奏を楽しみにしていただいている皆様に近い演奏ができると思いますので、それは僕らとしてもすごく楽しみにしています。メリットはやっぱ自分たちがどういうふうな出演がしたいとか、こういうところでやりたいっていうのが、事務局から今までもらっていたことを自分たちが窓口になるので、そこでちょっと自分たち話し合いながら本番はどういうのをやっていきたいかっていうのが決めれるなっていうのがメリットであると同時に、やっぱり事務局に任せていたところ、窓口になっていただいたところがあるので、それを次自分たちが窓口になって出欠だとか日にちだとかちょっと任せていたところが全てやれていけるかなっていう不安はちょっと今ありますね。それでは王明四座を紹介しましょう。平成12年に誕生した和太鼓王明座です。現在、所属している人数が19人となっておりますが、練習自体は10人前後で、行っておりまして、定期的な演奏としましては、7月の海の日に行われる文化センターで行うんですが、そちらの和太鼓演奏会というものやシティマラソン等で演奏をしています。うちの座の魅力といいますか、まず先に太鼓の魅力としましては、太鼓というのはただ叩けば音が出る、ただそれだけの中に、たくさんのものがギュッと詰まっているというのがすごく太鼓の魅力ということになってまして、その中でも、うちの座としましては年齢層が大変広い状態の中でもみんなが同じ目線で和気あいあいとやれるというのがうち和太鼓王明座の魅力となっております。平成13年に誕生した合唱王明歌座です。はい、私たち合唱王明歌座は、今はここ青少年センターで夕方の4時から6時までの2時間を先生に教えていただいて練習をしています。高校生から社会人まで幅広い年齢層がいます。本当に仲良く楽しく、時にふざけも入りながら真剣に、歌に取り組んでいます。座の魅力はやっぱ歌を通して様々な人に関われることだと思います。ただ歌うだけじゃなくて一緒に盛り上がってもらったりとか、一緒に楽しんでいただくのがやっぱ座の魅力かなと思います。平成14年に誕生した青少年劇団王明は座員6人、講師2人で活動しています。俺はエディに言われたことをこなしてきただけで、毎週土曜日の午後1時から4時まで青少年センターで練習しています。主な出演の機会は王明祭や東海ヤングフェスティバルでの発表のほか、保育園や小学校でゲームや絵本の読み聞かせをしたり、メディアス FM のラジオドラマに出演したりしています。
座員は小学生から社会人まで幅広い年齢層で、毎週楽しく和気あいあいと時に厳しく活動しています。劇に興味がある方、見学もお待ちしています。踊り舞人王名は四座の中で一番新しく、平成16年に活動が始まりました。舞人には美しく飛び回るように舞ってほしいという思いが込められています。毎週木曜日午後7時から太田小学校体育館で、中学生から20代のメンバーが集まって、向上心レッツドゥマイダンスをスローガンに、上総先生に教わりながら楽しくヒップホップダンスに取り組んでいます。迫力のある華麗なダンスに注目してください。これら王名四座が集まって行われる最大のイベントが、8月の第1日曜日に行われる王名祭です。今回の王名祭のタイトルはフェアリーテール、約束の物語、久しぶりのファンタジーです。総合演出は劇団シアタービークエンドの松本義臣さんです。体全体で躍動感とかなんかをもっと出さないと、みんなそれぞれ好きで熱く演じてくれるはずですから、お客さんが飽きないように、次何が起こるんだろう、何が起こるんだろう、何が起こるんだろうって、スリリングな展開を見ていただければいいかなと思います。そうですね、この世の中もう陰惨な事件とか事故とかが生々しくありますから、せめてお芝居の中では夢にして、夢の世界でこう戦闘シーンなんかもありますけれども、ほのぼのとした空気が出せれば、そういうな思いで、あんまりリアルな描写じゃなくてファンタジーにしたっていう経緯があります。平成29年度からは自立ということを意識して、座員が中心となって舞台の作り方や広報活動に取り組んできました。今回の王名祭では和太鼓、合唱、ダンスが劇の中により自然に入り込めるように意識した台本になっています。そのため四座が話し合いをして、大まかな構成のイメージや各座の出演シーンを検討してきました。そうだな、よろしくな、マサル。マサル？誰それ。物語の中心人物の一人、ソータ役のスイズさんです。すごく元気が良くて、バカみたいに前に突っ込んでいくような役だと思ってます。そのソータの気持ちになりきって、はっちゃけた感じでやっていきたいと思ってます。僕はあんま前に出てくタイプじゃないんで、結構反対のところが多いかなと思ってますが、役なので、まあ、頑張っていきたいと思います。戦闘シーンとかでいろんな座が交わっていくようなところが特に僕はいいと思ってるので、そういうところを見てほしいです。王名祭に向けてさまざまなイベントも開催されます。7月29日からは王名祭の世界観を体験できるギャラリー展示会を開催します。さらに王名祭当日には太田川駅西大屋根広場に地元のキッチンカーが集まり、フードイベントも開催。王名祭当日には観覧者先着500名様に特製クリアファイルをプレゼントします。8月5日日曜日、芸術劇場大ホール、みんな